はい、12月7日、木曜日午後3時を回りました。国際恋愛の成功の秘訣、パーソナリティの一郎です。よろしくお願いします。はい、本日22回目、はい、12月7日、すみすみさきです。よろしくお願いします。はい、橋本です。よろしくお願いします。今日は一人欠席がいます。はい、そうですね、八島くん、うん、お仕事で忙しいね。忙しいね、今日は月末は、はい、月末じゃない、月の初めだ。月の初めですね、うん、はい、第一週目が一番忙しいかな、うんうん、なるほど、うん、そうなんですね。今週1週間、はい、先週から今日にかけて何がありましたか。何がありましたか。あのね、そうそう、歩く機会がね多くなりまして、あの非常にね健康的にいいですよ。そう思いました。この2日ぐらい1時間もしくは1時間半ぐらい1日歩いてね、あのいつもだったら 車目線で見るところ歩きだから、またいろんな発見があってよかったです。例えばどんな発見ですか。これ言うとね、まあ、あの例えば歩道を歩いてるでしょ。でその花壇があるわけ、いろんな草花をね、手入れしてあるわけ、草取ったり。あ、すごいな、こういう気遣いしてくれる人がいるんだなと思って応援 してあげました。いつもありがとうございます。本当だよ。だからもっと違う発見があったでしょ。いや、もちろんね、あのほら今寒いんだけど、寒いなと思って出てでも半袖着てますよ。いや、そうなんだけど、でもね、ほんとね、更年期の健康的にもいいですよ、歩くことは。じゃあそれが今週からスタートしたってことなんですね。歩く機会多くなるかもね、うん、はい、橋本さん。はい、橋本さんの1週間、あ、これっていうのはないんですけどね、うんうん、ないからいいかな。ないからいいかな、はい、平和が一番なんですね。なるほどね、はい、そういう考え方、はい、いいね、うんうん、私は、はい、一昨日ぐらいに荒木さん怒鳴りました。あれ2日間続けてですね、うん、仕事で、はいはい、怒鳴りました。でも、はい、荒木さんは、はい、ニヤニヤして聞いてました。あ、 MK があるんでしょうね、多分ね、話すと長いわけですよ、うんうん、じゃあいいですよ、じゃあ短く、うん、はい、石垣島の話戻るんですよ。虐待されて、あるいはね、いろいろちっちゃい頃バカにされたりとかいろいろあったわけですよ、はい、で逃げる手段としてもあれですよね、それってもしかしてあの右から左とかいうやつですね。違う、似たようなやつかもしれない。笑ってごまかすっていうのがあって、うん、ちょっと荒木さん、それちょっと問題ありますよね。ちょっと待って、はい、私はいじめて怒鳴ったのではなく、いやいや、それ分かりますよ、お仕事上の問題で、あれは完全に荒木さんの何ですか、間違いですよね。間違いというかミスというか報告を、その名残が今でもあのちょくちょく出るわけです、多分。ああ、笑う、うん、それ直した方がいいですね。笑う傾向があるみたいなね、うん、だから誤解も見えすいんですね、いろいろ。はあ、じゃあ荒木さんのお話今日お願いしましょうかね。しょっぱなじゃない方がいい。あ、いいですよ、はい、今日はですね、聖書、はい、はい、あの新約聖書からいきます。ヤコブ書1章の19から23節、私が読みましょうね。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですから、すべての汚れやあふれる 悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。アーメン。こうなんですけど、
ここはね、あの教会ではよく説教をメッセージされる箇所なんですけど、特に19節最初読んだとこね、愛する兄弟たち、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいっていう箇所は、まあ教会の牧師によってはこれ大事なところだから覚えなさいっていう教会もあるかもしれません。実はね、この箇所を先々週うちの沖縄ベタニアチャーチの山内牧師がメッセージされたところであるんですけど、ちょっとだけ紹介しますとね、ここを通して好かれる人、嫌われる人っていうのはどういう違いがあるかっていうのを少し語ってあったんですけど、まずね、嫌われる人は一番目に自分を自慢する人、二番目におしゃべりな人、なんか指さしてますねその通りで、私自身にこの御言葉を適用したら、まあ、そういうところもあるなと思って反省しますけど、でもね、周りの人をこう見てもこういう人、自分を自慢したりおしゃべりっていう人はあんまりこう好かれるようなタイプじゃないかもしれませんね。で、逆に今度好かれる人は一番目に人の話をよく聞いてくれる人で、まあ私たちというのは嫌おうなしにストレスがたまる社会で生きてるということで、そのストレスをね、私たち吐き出す必要があって、そのためにその話を聞いてる人と出会うことが大事なんだよとおっしゃってあったんですけど、で面白かったのが、アドバイスなしにそのただひたすらと爽やかな顔で聞く人は好かれると語ってあったんですよね。まあ、今日のところのさっきの誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいの箇所なんですけど、で私もね、この11月かぐらいからこの聞くことのメッセージとかね、いろんな話が耳に入るんです。この美咲さんも橋本君も覚えてあるかもしれませんけど、11月の初め進学校の特別正解があったんですけど、教会の役割の中で心の病をの方を助けるのは教会の役目であり、大事な責任が教会にはありますという講演会があったんですね。で、この時に私が昔のことまた同じ話するかもしれないんですけど、まあ、ホームレスだった時に12年前ですよ。で、私が12年前ホームレスだった時に寂しかったんですよ、孤独だったんですよ。でもね、一人だったらもう変なことばっかり考えるんですけど、教会の人が遊戯公園でパンとお茶配りながらいろんな話してくれるわけですよ。そして、まあ、私がもう心の叫びをこう教会の人が聞いてくださって、まあ、その時のことがね、もう思い出されたんですけど、本当心の叫びを聞いていただいて本当に良かったなと思いましたね。で、最近ね、読んでる本があって、本読んでるんですね。で、その本のタイトルが良い相談相手になるためにっていう本なんですけど、まあ、どういう本かって言ったら、さっきの特別正解と関連しているような本なんですけど、教会に心の病を持った方が相談に来られた時にどのような対応をするかとか、そういう話が書いてあるんですよ。で、そこからね、その本の内容をちょっとだけ紹介しますと、相談者に対する対応はいわゆる人生相談とは違うものですと。相談を受けた人は相談者に具体的かつ指示的な答えを与えることが使命ではありませんよと。で、苦悩する苦しむ相談者がね、話を誰かに聞いてもらうことによって自分の内面にあるいろいろな感情を表現し、その上で自分自身を見つめ、大事ですよ、自分が直面している問題に主体的に責任を持って取り組むまでのプロセスを援助することを使命としていますと。相談者の人間的な成長をお手伝いすることが大事なんですよと。まあ、そして相談を受けた人は相談者が自分で答えを見つけるために問題に立ち向かうことができるようにお手伝いをするのですということを書いてあったんですよ、ね。で、何を言ったかというと、やっぱり相談者の心の叫びを聞くことが基本中の基本だということを書いてあるんですけど、ね、だからいかに聞くこと、まあ、ただ聞く
っていうだけじゃなくて聞くことの大切さっていうのをこうまた改めて考えさせられたなと思いまして、私の話を終わりますけど、一回だけね最初の御言葉読んで終わりますよ。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。アーメンです。以上です。終わります。はい、はい、どうでしたか。まあ、いっか。なんか歌用意してましたよね。あ、歌歌ちょっと私すっごいいつも言いたいんですけど、荒木さんってここに来る前に必ず歌は用意してるじゃないですか、はい、もう何日も前から。それを私が歌お願いしますって言うと、もう今初めて聞いたようなリアクションを毎回と、あ、歌うのみたいな感じになるんですけどこれはあの番組の構成かなんかなんですか。いや、そんな深く考えてないけど、うんだって今日車の中で私と橋本くんに歌聞かせてくれましたよね結構早い時間帯でもなんかいろいろとやってましたよね。やってましたね。ですよね。はい、じゃあお願いします。いいんですか今日も歌お願いして。いや、もう皆さん、あ、じゃあね、はい、わかりました。あのクリスマスソングとかいろいろ考えてはいたんですけど、なんか替え歌みたいの用意してたじゃないですか替え歌ね。替え歌ねっていうか替え歌なんですよね今日は、うん、はい、あのじゃあ、 あの私たちはあのすごく楽しみに聞きたいと思います。はい、あのね先週だったかな、祭りいちの、 あのよく覚えてなくて歌ったんですけど、その替え歌ですよ。北島三郎さん、ちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃん、キリストの祭りさ、12月は世界中でクリスマス、チャチャンチャンチャンチャチャンチャンチャンチャチャンチャンチャン、素晴らしい神、何でもできる神、今年も本当にありがとう、タタンタンタンタタンタンタンタタンタンタン、イエス・キリストの誕生日、世界中でイルミネーション。祭りだ、祭りだ、祭りだ、キリストの祭り。愛と感謝と喜びを、それがキリストの宝物。タタン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 タタンタンタンタタンタンタン。燃えろよ涙と汗こそ男のローマン、七転び八起きで生きてやる、これがキリストの祭りだよ、ちゃんちゃちゃんちゃんちゃん。いいでしょう。では曲お願いしましょうかね。曲、はい、お願いします。耳直しとして、はい、足が入ってるわけよ、頭の中じゃ。え、でね、付き始めが忙しいって言ってるんだけどね、うん、それに時間をかけてるね、これはない、これネットで聞いたの。そうそうそう、ちゃんと弾けたんだ、教えてもらった、うん、なにこれなにこれクリスマスソングですよ。こんなのも用意してあったの。超有名ですよ。ちょっとどういうの歌って。それ、CG に出しなはれって素敵な歌やね。それ、CG 出しなはれ。このまま待たせたな。はい、だって、CG 出しなって替え歌、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 替え歌。あのね、あれ本人が思ってるほどね、周りはね、全然思ってないからそれ、はい、いや、楽しめればいいじゃないですか。え、本人が楽しんでもね、周りは楽しんでないからですよ。
あのラジオで生で歌う人いるんですか？いる？自分も歌っているし、他の番組でも歌っている。みんな上手いわけですよね。みんなある程度上手いっていうことを条件として歌ってるわけですよ。ほら、クリスマスもうすぐやねって。本当だね。沖縄の方かな。いや、だからここのニュアンスは関西。関西か。クリスマスもうすぐやね。ほら、あの屋敷高人さんのとこで。あ、わし三重県ですって。三重県って寒いんじゃないですかね。三重、三重、私行ったことない。どこの隣？多分ね、和歌山の近くとかじゃない。九州だけなんで自分が思う。そうだね。多分そうじゃない。愛知。いや、寒いとこでしょ。九州は分かるわけ。関西とか関東圏にいたら、県がどういう配置になってるか、ちょっとピンとこないの。三重県。あー、奈良の隣？住みもおかしい。寒いんだよ、ここ。違う？伊勢神宮とかあるのよ。あー、伊勢神宮って、ね、高校の時の修学旅行で福岡だったんだけど行ったんですよ。うん、京都、奈良。伊勢神宮。うん。鹿？そうそう。あー、だったかな。奈良公園と伊勢神宮って一緒かな。違う違う違う。やめなよ、これ全国に聞こえてるんだよ、今ね。奈良公園って言ったら伊勢神宮と一緒かな。伊勢は三重で全然違う。奈良だから、今荒木さん言った。彼は三重って、何知り弱い。私も三重ってパッと言われるとどこか分かんないけど、あのね、私の世代だったら分かるんですけど、F1 のレーサーがいたわけよ。中島なんとかって選手が、知ってる？知ってる？知ってるって言いながら、知ってる？名前は全然覚えてないじゃん。いやいや、下の名前まで覚えてないけど、ね、知ってる？私息子知ってるもん。すごいですね。自分がやってる時の F1 グランプリの音楽とか、なんかバンバンやってましたね、パチンコ。はい、国際恋愛の成功の秘訣、時刻は3時20分を回りました。はい、今メッセージ、ね、いろいろ来てますね。三重からメッセージいただいてますね。三重県から、はい、鈴鹿サーキットとか伊勢神宮とかがありますよって言ってますけども、わかりますか？わかりますよ。だって伊勢神宮と奈良公園って一緒って聞いたじゃないですか。あの高校の時の修学旅行が京都奈良で、奈良のなんかその鹿触れた
覚え上がって伊勢神宮も行ったんですけど、なんかごちゃ鹿は大丈夫なんですか？犬怖いですよね。犬怖いけど鹿は大丈夫。いや、うん、なんとか触りましたよ。じゃあ三重県の名物は何ですか？いや、そんなの分からんねん。え、何です？赤服。赤服。ああ、そうだそうだ。何あの饅頭みたいのでしょ。そう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 、大福みたいのですよね。あの八つ橋ってあるじゃん、京都に。あれは京都。全然違う。全然違う。ね、京都って言ってるやんちょっと待ってよ。いや、イメージが分かんないわけよ。あのね、今三重県の話してて、京都とか奈良は何の関係もないんですよ。荒木さんが京都奈良に修学旅行行った話と今三重からメッセージ来ていたいて、あの全然関係ないんですよ。さっきから全部一緒にしてますよね。八つ橋っていうのはこの三角のやつでしょ。そうそうそうですね。はっかが入ってるか知らんけど、そんなね、そういうイメージがね、笑ってますからねすいません、ごめんなさい本当に今日ねメールが来てるみたいなんですけど、じゃあ読んでいただきましょう、はいはい、国際恋愛の成功の秘訣、スミス美咲様、うん、沖縄にいる友人からこのラジオを教えてもらいました。私は青森県三沢市に住んでいます。夫はアメリカ空軍に所属しています。ラジオをいつも楽しく視聴しています。スミスさんにご相談があります。スミスさんは以前三沢まで出張で来られたことがあると新聞で拝見しましたが、三沢基地にも悩みを抱えた女性がたくさんいます。三沢基地にスミスさんを出張依頼することは可能でしょうか？かっこ三沢だけではなく韓国の陸軍基地にも日本人女性で悩みを抱えた方がいます。三沢にいる女性たちもいろいろな関係機関に相談していますが、どうしてもなかなか解決にまでは進みません。スミスさんは大学院在学中とも聞いておりますので、きっとお忙しいとは思います。もしスミスさんの出張が無理であれば、どちらか相談機関をご紹介いただけませんでしょうか？私たちなりにいろいろ調べましたが、やはり軍関係の相談を扱えるのはスミスさんだけしかいなく、青森から沖縄までメールしています。どうか私たち三沢の女性を助けてください。出張費、経費、相談料はすべてお支払いいたします。ご検討をお願いいたします。ジョンソン。夏美さんですかね、からです。これすごいね。去年ですかね、去年じゃないな、去年三沢はね3回4回行ったかな、はい、相談で、はい、行ったんですけど、私多分どっかの番組かどっかで三沢はもう行きたくないって多分言っちゃったんですけど、はい、本当本当にすごかったんですよ、寒さが、うん、もう空港に着いた時点で、三沢空港に着いた時点で、まあ、羽田空港で必ずしも乗り換えで小さい飛行機に乗って三沢に着くんですけど、はい、もうね4時とかの時点でもうこんな3時半とか結構暗くなってきてて、4時ぐらいに着くんですけど、うんうん、なんか真っ暗になってたりして、うん、でまあ、基地に行くんですけど、もう本当にまあ、もちろん相談機関もないだろうし、なんかこうちょっと寂しい場所だったんですけど、寒いよね今ね、青森だからいやもう依頼があればもちろん行きますけれども、ここで行けないっても言えないしないや行きますよ、行きます。依頼があればもちろんお仕事なので行きますけど、ただこう何回もっていうのはちょっと難しいので、できればこう相談のある女性たちが何人かで日程を組んでいただいて、そこで、まあ、短期集中型でお伺いしたいと思います。ですけど遠いんだよ、もうほぼ端から端ですから。例えば飛行機でどれくらい乗り継いで、飛行機で沖縄那覇空港から羽田まで行って、うん、羽田でちょっと待って、そこからまた40分1時間ぐらいかな、うん、なんですけど遠いんだ本当に。遠いし気温もひどい時だと20度ぐらい違いますから、ここと向こうと、うんうん、ピークで1月だったかな、一番寒い時行ったの1月も行った10
何回か行ったんだけど寒かった寒さはあの雪もすごかったし、もう本当に吹雪の中行った時もあったんですけど、依頼があれば行きますけど、今もう本当日本でスミスさんしかいないっていうような話ですけど、韓国っていう話も出てたじゃないですか。韓国国際的じゃないですか。はい、いや韓国にもそういう、いや基地があるとこには日本人が滞在してればあのいると思いますよ、この悩みを抱えてる方たちがね、うん、だから韓国も呼ばれば行きますよね。寒いけど、なんか寒いところばっかりですけど、まあでもあのとりあえずは三沢あのこちらにまだ、まあ、私の方から連絡しますので、あの相談の内容を聞かせていただいて、うん、まあ、私の方であと何人ぐらいの方がいるのかっていうのを聞かせていただいて、で行きますけど行きましょうね、アシスタント、あの健康でいられますようにお祈りします。今流した今アシスタント、アシスタントでもごめんなさい、アシスタントはいいです、一人で行きます、うん、あの帰って何ですか、足で待って、だから一人で行きます、うん、その方がいいと思います。一人で行って一人で、まあ、パッと仕事して帰ってきた方がいいと思うんですけど、でもまあ12月ですからね、うん、今月は無理です、はっきり言います、うん、はい、難しい話はようわからん、とりあえず分かったことは寒かったことだけは分かった、そうそうそう、そういうことなんです。今ねあのメッセージ来てますけど、うんうん、寒かったんですよ三沢が、すごい今三重県の方からメールいただいてますけど、うん、寒かったんです。沖縄から行くのには20度差ぐらいあると寒いんですよ。こっち半袖で出て向こうダウンジャケットとかの勢いでしたから、うんうん、あの本当に向こうでジャケット買わないといけないかなと思うぐらい寒かった日があったんです、うん、でもあのやっぱりね相談機関がないってなると向こうからこちらに来ていただくよりは私が行った方が効率がいいと思いますので、うんうん、あのラジオ聞いていただいてまずありがとうございましたっていうことと、はい、行きます、はいはい、詳しいことは後ほどということですね、はいはい、まだありますメール行け来てます？あります。あ、来てる。こんにちは、いつも楽しく拝見しております。荒木さんの聖書のお話意味がわからないのですがもっとわかりやすくお願いします。タバコとお酒の話は結構です。タバコとお酒溶けております。タバコとお酒ね、もう結構ですって言ってますよ。もうちょっとわかりやすく。はい、すいません、私ももうちょっと勉強してまたあれなんじゃないですか、これって多分聖書を全く読んだことない人が聞いてるわけだから、うんうん、はい、私が思うのにはほら一応私たちは荒木さんほどではないですけど聖書は勉強はしてるとか、まあ、聖書は多少ないと分かるわけじゃないですか、うん、もう全く読んだことのない人向けがいいんじゃないですかね。違います？うん、わかりますね、うん、そう、そういうことだね、うん、その方がもしかしたらこう全く聖書に関わってない人も聞きやすいっていうことですかね。うん、そうですね、はい、そんな感じがしますけど、ありがとうございます。 ありがとうございますなんですね。まあそんな感じですけど、じゃあ一曲、はい、お願いします。そうですね、うん、で、ところどころは荒木さんがね、あくびするからね、余計に聞きづらいんだよ。このメール、はい、後で私に転送してもらっていいですかね。はいはい、はい、お願いします。あ、切れてる。
キリストが書いた本なんですかって聞いてます、うん、おさっきの聖書ってキリストが書いた本なんですかっていろんな人が書いたんでしょ。そうそう、そういうふうです、うん、これ言ってみたら、あの次の、はい、あの八島くんからメール来てます、うん、荒木さんの話よく飛ぶから分かりにくいんじゃないの？って来てるよ。そう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 、ニヤニヤしない荒木って来てるよ。誰が？ヤシマから。だから、うん、あ、ヤシマくんって、これ今聞こえてないですか？聞こえてます。聞こえてます。収録してる。電波収録してるさ、カルト歌ってる。国際恋愛の成功の秘訣、時刻は3時33分を回りました。はい、ですね、はい、メッセージこっちにも来てるんですけど、はい、これなんて呼びましょう。三千さんでいいですかね、うん、はい、聖書ってキリストが書いた本なんですかって来てます。なるほど、はい、答えは違いますね。まあ、キリストというのは、まあ、イエスキリストのことなんですけど、イエスキリストのことが書いてあるのは聖書というのは、あの旧約聖書と新約聖書を大きく分けたら2つなんですけど、まあ、例えば旧約聖書でもあのいろんな人が書いてますね。最初の創世記から5つ目ぐらいはモーセとか、ね、いろいろあるんですけど、イザヤさんとかね、でも新約聖書に入って最初の福音書は、まあ、ヨハネさんとかマルコさんとかルカさんとかいろんな人が書いてますので、キリストが書いたというのではないですけど、新約聖書の方ではイエスキリストが話された言葉とか行いとか、そういうのが最初の福音書の中で語られております。たくさんの人が書いてます。はい、はい、ブルガリさん、今の方ブルガリ三千さんが、うんうん、沖縄は今日は肌寒いですかって来てますけど、これ肌寒いですかね、うん、半袖で行こうと思えば行けますよね。そうそう、私今現実に半袖ですよ。私も半袖で行こうと思えば行けるかなと思いますけど、うん、ただね、夜になってくるとやっぱちょっと肌寒いかなっていうのは気はしますね。トレーナーぐらいは必要ですよね、うんうんうん、あの逆に三重はもうあれじゃない、一桁とかじゃないの。見えて寒い、寒いはず、寒いですね、ね、はい、マジってマジって来てるよ、マジだよみたいな、うんうん、非常に寒い地帯だよね、うん、そうですね、ね、うん、例えばね、うん、ほら今日でも沖縄でも、まあ、正確に天気予報見てないけど、うん、最高気温20度21度とかそんなはず、今日23度ぐらい、さっき日ね、そこまで日中は23度ぐらいまであったけど、うん、三重県はめっちゃ寒いですよって。そうですよね、うん、寒いですよこっちは。まあ、半袖で行こうと思えば行けるけど、夜はトレーナーぐらい、うん、夜はちょっとかけた方がいいね、服をね。ですよね。で、あれですよね、東京とかもね寒いんじゃないですか、もうだいぶ。
そうでしょうね、うん、2、3日前福岡の方で初雪が降ったとかニュースで見ましたけど、うん、九州も寒くなってきてますよ多分。あの一昔10年20年前と比べたらね、そう思いますけど。なるほど、うん、なんか私の三重県の沖縄一年中南国やんって。俺三重県の方にですね、伊勢の近くにですね、うん、渡来郡っていうのがあるんですけど、うんうんうん、そっちに住んどったんだけど、うん、相当寒かったですよ、うん、あの場所によっては水道管が凍っちゃうような感じになっとった時があったんで、三重県って多分基地も米軍基地もない、全くあの辺はないから、はい、あんまり私もこう仕事でも行ったことはない、はい、地帯かなと思いますけど、はい、いたことあります？私全くないです。いや、でもこの人は分からないです。伊勢神宮って出たので行ったことあるんですよ、うん、どこにあるんですか？どこに？三重県、うん、ちょっと待って、伊勢神宮に行ったことあるの？だってあの修学旅行で。ちょっと待って、でも私が今三重県行ったことありますかって言ったらないって言ったじゃないでも伊勢神宮には行った記憶があるんですよ。伊勢神宮は三重県です。あ、違うかな。なんかちょっとおかしくないですか、作りが。その修学旅行のあ、でもだ分かった、清水寺じゃないの？私の勘違い。そうそうかもしれん。そうそう、清水寺行ったよ。すいませんけど、ごめんなさい見て、姉さんみたいな美人に三重県来てほしいなって。姉さんってここ3人の中で私しかいないじゃんありがとね、もう三重県の人いい人ばっかりで、ね、それはともかくとして、ちょっと待ってくださいよ。作りがおかしいじゃないですか、京都奈良の修学旅行なのに。なんで伊勢が出てるの？いやだからね、そのさっきの清水寺と勘違いしたはず。でも、うん、清水寺と伊勢神宮って名前が全然違うんですけど。そうですね。いや、はい、分かる分かる、ごめんなさい。で結局どこ行ったんですか？清水、うん、清水の舞台は覚えてますよ。飛び降りたあの、それはじゃあ清水寺だったってことですか？そうそう、ごめんなさい。じゃ三重県の方にごっちゃになってすいませんって言ってください。あの伊勢神宮行ったとか言いましたけど、ごっちゃになりましてすいませんでした。すいません、本当に申し訳ないです。ほら笑ってるじゃないですか。ねえ、もうなんかこの前はもうどっかからメールいただきましたよね。多分内地の方からね、はい、うん。三重県っていうところからこれを聞いていただいてるっていうのはとても嬉しいです ね、 ね、 ですね、うん。前はこのその近くの和歌山とかだったんですね。ああ、そうだそうだ。はい、和歌山のみかんとかの話を しましたよね。本当ですか？した？したですか？したっけ？ごめんね気にしなくても大丈夫ですよっていう。ありがとうございます。いや、なんかね、沖縄にいると私は東京出身ですけど、うん、福岡ですよね、うん、で名古屋ですよね、うん、はい、まああんまり私も東京、沖縄東京間ぐらいしか行き来はしないのと、うん、まあ、あと仕事でこう福岡行ったり、長崎行くのに福岡行ったり、あとは三沢行ったりですけど、あんまり私は米軍基地がないところには行く機会があんまりないので、うん、はい。で、三重は行ったことあるんですか？ないです。ないですよね。はい、なるほどですね。だって普通さ、はい、あの高校とか中学の修学旅行の作りって、はい、京都ならとかじゃない？そうですね。京都なら三重ってあんま聞かなくない？そうですね。はい。で工場がないですか、三重って。なんか工場みたいな、あのこうこっちから三重県に季節労働に行く人いますよね、はい、沖縄から結構。三重県中より愛知県止まりなんですけどね。そうなんですか、はい、なんか私知り合いが今考えてみて、うん、三重県は亀山、亀山っていうところがあるんですけど、こっちはあの一時期テレビとかが、プラズマテレビとかがですね、うん、有名で工場がたくさんあってですね、うん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 、やっとったんで。ナギさん、プラズマテレビわかります？もうわかんない。だって世界の亀山っていうブランドができとったぐらいなんですけど、はい、ほらブラウン管のテレビから、うん、あ、でも亀山っての聞いたことあるね。本当かね、本当かね、さっきからね、本当？また三重県の人に失礼に当たるからそんな適当に流さないでよ。いや適当じゃないけど、うん、年末の大晦日にオールナイトでパチンコ屋さんが営業するのは三重県だけって。あ、そうですね、有名ですよね。そうなの、はい、大晦日にオールナイトで、伊勢神宮の近くにですね、あの参道みたいな商店街があるかな、なんかあるんですけど、そこにパチンコ屋が一軒だけあるんですけど、24時間やっとるんですね。で、一回面白くなったから入ってみたんですよ。
客は一応おったんですけど、だいたい寝てるような感じなんですよ。でも、はい、パチンコの台って名古屋で作られて、愛知県じゃないの、作られてるというか、パチンコって愛知が有名じゃない。そうですね、一応発祥の地みたいな感じになってるんですね。はい、なんかこう台を作ったりだよ、なんかいろいろやってるのが愛知っていうイメージがありますけど、はい、はい、すごいね。すごいよ、三重県今日勉強した。あと分かったことは、荒木さん地理に弱いっていうことですね。地が弱いっていうか、なるほどですね。だって、はい、清水寺と伊勢神宮って名前が全く、都道府県以前のもので名前が全く違う。なんとか神宮となんとか神宮間違えたとか言うなら分かりますけど、はい、清水寺と、伊勢神宮を間違えるって笑ってます。ラジオ聞いてる皆さん思いっきり笑ってください。はい、ということで、じゃあここでもう一曲お願いします。はい、やっとスロットとか三重県が出てきたんだけど、それまで県の条例でスロットを廃止してた。パチンコ屋だけで。スロットはダメなんだ。そうそうそう。うん、で、条例に決めとったんだ。で、それが、うん、変わって、どこになったんだけど。寝てる？パチンコ打ちながら寝てるわけじゃないんでしょうか？うん、寝てる。あ、オールナイトだから結局、24時間休さん、ね、結局夜中来て酔っ払ってるのに、うん、座っちゃうから寝ちゃってる。寝るかもね、寝ると思う。これ今聞こえてますか？じゃあ三沢の仕事はアシスタントで八島を連れてこうと思います。はい、寒いところ。いやー、この番組面白いわ、気に入ったって。面白いですよね。面白いですよ。気に入っていただきました。ありがとうございます。というか、私は、このどうしてこの番組にたどり着いたのかっていうのがちょっと気になるよね。そうですね、うん、この名前で来たのか、パーッと見て、はい、私が可愛いから見たのか。うちの人じゃん。もしくは荒木さんが荒木さんの歌声で。いや、それはない、それはない。あ、よう、お分かりで。でも歌好きなんです。え、私歌うのは好きなんですけど、人に聞かせるような歌じゃないんですけど。十分歌ってるじゃん。東京の電波使用してこんだけ歌ってて、人にノーノーと言えるのに。そうだよ、なんか話したらボーカル。いや、でも、じゃあ今日は三重県のブルガリー、ああ、もともと FM 沖縄のツイキャスのリスナーって、うん、とりあえずじゃあ私が思うのには、三重県のブルガリ三千さんに荒木さんからクリスマスの曲を歌ってもらおうと思います、この後に、はい、ですよね。だからチャンネルはこのまま、はい、フォーカスない、はい、何よ。今日12月3日、うちのパパの誕生日。そして8日は恵子さん誕生日だったんですよ。恵子さん。で終わるんだ。そうだね。今ちょっとほら、顔、お父さんは分かんないけど、恵子さんの顔を思い浮かべながら。あれ、うちのパパの写真見せなかったっけ？え？うちのパパの写真見せなかった。電車乗ってる時の写真は見たんじゃない？ヤクザみたいな人？ちょっと待って、あったかな？
さっき沖縄南国屋とかあったけど、うん、一桁になるっていうのがないの、摂氏9度とかなかなか。どこ、ここが沖縄上の方があるでしょ、奥とか、うん、那覇でも自分来た年、2005年に1回あったよ、確か8度中になる。なんか去年だか当時だかなんか降らなかった日みたいな、水が降った時はなってるわけよ。1年前、2年前ぐらいあったけど、あそこのパレット、そうそう、あそこの掲示板出たら8度とか。はい、国際恋愛の成功の秘訣22回目です。はい、12月7日。はい、はい、はい、時刻は？あ、失礼します。3時47分30秒を回ったところです。30秒、うん、38秒もう40ですよね。いいじゃん。はい、ブルガリー三千さんから、皆さん普段はラジオのパーソナリティとかいろいろされてるんですかって来てます。私はあのラジオのパーソナリティとかいうの初めてで、むっちゃいつも緊張してます。別の仕事をしてます。子ども食堂のスタッフとかね、教会の奉仕とかね、そういう仕事をしてます。私は、大学院に在籍して NPO を自分で持って国際恋愛の成功の秘訣をやってます。はい、自分は子ども食堂の食事とかを担当してます。はい、ではあのブルガリさんからのリクエストというかね、素敵な歌声を聞かせておくれうふふってきてますので、うん、じゃあもう少しでクリスマスということもあり、はい、なんかねもう皆さんこういうふうにちゃんと書いてきてますからね、歌詞をね、荒木さんは。はい、準備だけはいいんですよ。はい、はいはい、どうぞ。あの歌のタイトルからお願いしますね。荒野の果てにという曲です。はい、さあ皆さんご一緒に歌ってもいいですよ。はい、どうぞ。大丈夫大丈夫、はい、はいはいはい、どうぞ、うん、はい、荒野の果てに夕日は落ちて、絶えなる調べ、雨より響く Gloria in excelsis Deo、はい、はい、ありがとうございます。今もう悲しくてもう素晴らしい歌に、悲しいのか、素晴らしい歌に感動してね、うん、涙が、ね、あのどういう意味ですかこの辺は、解説お願いします。これは何語でどういう意味かっていう、いやそこまで、え、歌うってことはそうですよね、意味も分かって歌っていただいてるわけですよ。いや分かんないですね、ちょっと調べておきます。素敵、ありがとうございました。ありがとうございました。え、終わり、終わり、だって2番も3番も4番も一応書いてあるけど、ね、ちょっと周りの空気読んで、はい、もう1番でやめました。あ、そうなんですか。え、なるほどですね。いや今クリスマスっぽくていいなと思って聞いてたんですけど、ありがとうございます。はい、いや、ね、大丈夫ですよ。はい、はい、いやでも今日は7日ですけど、はい、もうクリスマスも近いですけれども、はい、クリスマスは忙しくなりますね。ね、そうですね、子供のクリスマスパーティーも16日土曜日、教会のクリスマスが24日、うん、他にもいっぱいありますね、忙しくなりますね。ちょっと番組のタイトルとは全く関係ないんですけど、はい、
このラジオの番組をやって思ったんですけど、荒木さんって随時揺れてますよね。なんかこう動いて揺れて、なんか、ね、落ち着きがない？ほら、なんすか？よく言われますよ。ですよね。はい、はい、昔からですか？年取ってからですか？なんかよくこう学校の教室で荒木みたいな言われたことない？通知表とかで書かれたことないですか？落ち着きがない、はい、授業中常に動いてる、はい、みたいな、はい、ない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 ですよ。だってさっきこう話してるのとかもずっとこういう感じで揺れてるから。で仕事中も常にどっか行きますよね、動いてるから。はい、いや忙しいんですよ。ハリウッド男優並みに忙しいってことですか？ね、まあ、これは2018年の目標としてひとところに5分以上いられるように。え、ひとつところに5分以上あいられない？いや、入れますよ。あ、そう、うん、うん、そういうふうに。だからほら教会の礼拝行ったら1時間半とかいるじゃないですか。だって後半キョロキョロしてるじゃないですか。挙動不審じゃないですか。うん、私見てますよ意外と。後半こういう感じでやってるじゃないですか。もうあの多分こうねメッセージのこう40分としたらもう30分ぐらいは相当動いてますよ。うん、本当かね。はい、あの自分一番後ろだからすぐ分かるんですけどね。あの私も落ち着きはないですけど、でも相当なもんですよ。あらちゃん、はい、ね、はい、あのちょっと落ち着いて見えるように頑張ります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。本当にだってここでこうやって私が一生懸命喋ってるのに横からこうやってこうやってずっと揺れてるんだもん、こうやって、はい、ちょっとね。でもね、うん、確かにそうね、落ち着く必要ありますよ。ほらもうすでに落ち着く必要ありますよみたいな、すでにこう動いてるっていう、ね、ほらさっきも言ったけど聖書の話がよくわからんとかいろいろ教えてくださるので、はい、私にとってはいいラジオ番組になってます。よかったです、はい、でもよかったです。今締めたんですか？今、まあ、もう締めですよ。もう時間も ね、はい、あっという間の、ね、今日は三重からもメッセージいただいて、はいはい、ありがとうございます。平常心平常心とっていうことですよ。はいはい、あそうですね、感謝しますね、はい、今日は、はい、三沢、青森県の三沢からメッセージいただいて、はいはい、三重県からメッセージいただいて、はい、とてもね、はい、こう、はい、日本全国からそうですね、広がりつつ、ね、うん、そうですね、はい、ありがたいですね。ハリウッド男優並みに忙しい荒木英一郎さん、はい、今年も残すところあとわずかですけど、はい、激動の2017年が終わります。はい、うん、まあ2018年、2018名って何ですか？下がね、2018年もあの激動ですか？激動っていうかね、うん、続き、いやいや、いい年になりますよ、祈ります、はい、でも何もないより激動の方がいいんじゃないですか？そうそう、あ、貧乏暇なしっていう。貧乏なんですか？貧乏なんですか？ね、いい年でありますように。はい、はい、本当に今日はね皆さんいろんなところからメールいただきありがとうございます。12月も忙しいし、はい、残り少ないんですけど皆さんの上に、平安がありますように。はい、はい、ありがとうございます。はい、